ようこそ、なおチャンネルへ。今回の動画は、初企画のゲームプレイになります。任天堂スイッチさんのスプラトゥーン3のキャラクター設定とチュートリアルを紹介させていただきます。楽しんでいきましょう。キャラクターは一体になります。イカさんのキャラクターを作成をしてみます。色は9色あります。目の色は21色あります。髪型は16あります。眉毛は4種類あります。ボトムスは9種類あります。こちらのイカさんも同様になります。次にタコさんになります。色は9色あります。目の色は21色あります。髪型は8色になります。眉毛は4種類あります。ボトムスは9種類あります。こちらのタコさんも同様です。タコさんで進めていきます。小ジャケの髪型は7種類です。さあ、チュートリアルに進みます。ジャイロを使っていこう。おお、眩しい光の中に武器を発見。
ゴムがバン。あと少し。チュートリアルお疲れ様でした。ここからは皆さんのスプラトゥーンライフを楽しんでください。最後まで見ていただきありがとうございました。